はい、これ今日ちょっとね、緊急で動画撮ってるんですけれども、今日はね、いつものお話、ね、ではなくて、梅毒が今ものすごい勢いで流行しています。この10年間でどんどん右肩上がりに増えてるんだけど、今年もやっぱり全然減ることなしに増えています。やっぱり無症状の人も非常に多いですし、やっぱしうちに来る患者さん、ね、風俗関係の人とか、あとパパ活とか、マッチングアプリとか、SNS で出会ってっていうのがやっぱり非常に多いので、不安な声をしたら、必ず検査に来てください。で、梅毒っていうのは、こういう社会性がすごくある病気で、どういうところで、どういう行為があってっていうのが本当に不透明で難しいんですね。なので、自分が不安な行為をした場合、あるいはこの動画をちょっと拡散をお願いして、他の人がもし不安な行為をして不安な場合っていうのは、必ず、医療機関に行くように、促してあげてください。で、検査をすれば救われたも同然です。というのは、梅毒は治療が非常に、簡単明瞭でして、とにかく見つかりさえすれば、大きな論文があるんだけど、90% から 100% の確率で早期の活動性梅毒に関しては、治療成功率っていうのがもうあるので、で、日本はもう全国的にそのお薬ですね、アモキシシンのお薬だとか、あとはステロイドのね、注射のお薬ができますので、とにかくまずは、探すことが僕らにとって大切なことになります。なので、いくら薬を僕らが持っててもね、あるいは、採血をしたりとかそういう検査ができても、患者さんがね、自分が危ないと思って来てくれないとね、わからない世界なので、これを見てくれたあなたはもし不安な声があったら、医療機関に行ってもらって検査をまずは受けてみてください。で、あなたが救われたらね、今度あなたがこれからセックスするであろう人たち、みんなが救われます。なので、こうやってみんなで、梅毒を沈めていって、平和な日本を取り戻そうというふうに思います。以上です。